テレト。皆さん、こちらの赤い物体なんだか分かりますでしょうか。こちらですね、牛肉なんですけれども、ただの肉ではありません。これですね、この研究室で育った培養肉と呼ばれる次世代の肉なんです。今回はフードテックの最前線、培養肉についてお伝えします。キーパーソンはこの人、東京大学生産技術研究所の竹内教授です。本当にリアルなお肉っていうのを作っていきたいというふうに思ってます。世界でじわりと普及が進む人工肉は、植物由来の代替肉と動物の細胞を研究室で増殖して作る培養肉の2つに分けられますが、いずれもミンチ状の肉です。最終的にはこの塊肉を食べたいというニーズが出てくると思うんですね。僕らはですね、いかにしてそのミンチ肉ではなくて塊肉を作っていくかというところに今チャレンジしているという状況です。竹内教授が目指すのは厚みのある培養ステーキ肉。世界でも異例の挑戦です。その培養ステーキ肉はどうやって作るのか、工程の一部を見せてもらいました。こちらはシリコンでできた型です。細いスリットが入っているのがポイントになります。そしてその型から取り出されたのが薄いシート状の筋肉の細胞です。スリットによって筋肉の繊維の方向がきれいに揃っているといいます。これを一枚一枚重ねていきます。なったかな。そして1週間から2週間培養していくと、厚さ1センチで本物の筋肉の構造に近い培養ステーキ肉が出来上がるといいます。この作業を進めるこちらの古橋さん、所属は日清食品の健康科学研究部というところです。竹内研究室がタッグを組むのは日清食品グループ。2017年から共同研究を続けています。日清側としては培養肉っていうところで、食品の美味しいものを作るだとか、まあ、安全な食品を作るっていうところはすごい多くノウハウを持っているので、おそらく東大にはないところっていうので、両方が組めばよりリアルな菌組織であって、かつ美味しい安全な培養肉が作れるんじゃないか。こうした中、竹内教授や古橋さんらによる最新の研究成果が国際的な学術誌サイエンスオブフードに掲載されました。培養ステーキ肉の食感をより本物に近づけることに成功したといいます。噛み応えみたいなものを装置で見てみると、4日間培養した時のその力、噛み応えの力っていうのはこのくらいで、14日間培養するとこのくらいで、一方スーパーで購入したお肉っていうのは、このくらいのその、まあ、力が必要だったというようなことが分かってきて、まあ、バイオセーブするほどだんだん近づいてきたっていうことが分かるというふうに思います。食感を高められた秘訣の一つは電気刺激。これがですね、電気刺激を与えたときに筋肉が実際に収縮している様子です。こういうふうにしてこう培養することによって、筋繊維が右と左にこうしっかり揃ってくると。筋トレっていうのが培養肉作りにとても重要だっていうことが分かってきたと。培養肉の筋肉を効率的にトレーニングする電気刺激の条件を見出したといいます。こうした培養肉は2040年には食肉市場のおよそ 35%、 60兆円規模に成長するとの見通しもあり、世界で研究開発が激化しています。今はだいたい1センチ、ざっくり言ったら1センチ角ぐらいなんですね。で、それを5年後にはだいたい100グラムぐらいのステーキにしていきたい。目下の課題はいかに塊肉を大きくして、そして本物に近づけるか。これを突き詰めて世界の研究開発競争をリードしたいと言います。いかに本物のお肉に近づけるか、いかに美味しいお肉を作れるか。で、僕らはですね、本物の肉に近い、
お肉を作るやり方に関して、そこでですね、なんとかこう一歩リードした技術開発をしていきたいなと。研究室で育った培養肉ステーキが食卓に並ぶ日がいつか訪れるかもしれません。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。